皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。本日はチルドコーヒー編ということで、こちらはこの近所のコンビニでずらっと揃えてきたもうおなじみのチルドコーヒーですよね。皆さんもこの中に、あ、これいつも飲んでるやつとか好きなやつあるみたいな方もいらっしゃるかもしれませんし、いや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 、コーヒー好きはこういうの飲まないんですってっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。今日はですね、缶コーヒー編でいろいろとご好評いただいておりまして、さまざまなコメントもいただいておりまして、こういったコーヒー飲料、これは乳飲料になると思いますけれども、こういったいわゆるレギュラーコーヒーではないコーヒーの世界にも非常に奥深い領域があるんだということをね、これまでいろいろと探ってきてるんですが、ついにアッピーここまで来ましたね。来ちゃいましたね。チルドコーヒー編まで来ましたね。今日はこの6種類が一応出てきておりますけど、ちょっと飲んだことないやつもあるな。これは定番中の定番でしょ。これも一番のド定番ね。これド定番ですからね、皆さん知らない方はきっといらっしゃらないと思いますけれども、カフェオーレグリコのね、私飲んだことないです。嘘、ニコちゃんないです。初、はい、デビューなんですか。はい、こういった製品はいろいろと中身も味も変わっていきますしね、どんどん新しい製品も出てきてますし、あとはこう古典になってますけれども、もうマウントレーニア、私もね高校生ぐらいからお世話になったような記憶ありますけれども、このあたりをブラインドで今日も、私の独断と偏見ということになりますけれども、どれが一番うまいのかということでお伝えしていきたいと思っておりますから、ぜひとも最後まで楽しんでいただければと思います。さあそれでは行ってみましょう。さあ本日のエントリーご紹介いたします。まずはもう泣く子も黙るスターバックスのこのカフェラテ、これ出た時衝撃だったよね。そうですね、スタバついにコンビニに並んだんだってことで、もうだいぶ前だと思いますけどね。そしてこれはもうチルドコーヒー界の古典中の古典、マウントレーニアのカフェラテですね。これもいろんなバージョンありますよね。マウントレーニアは私も結構そのバージョン新しいの出るごとに飲んでいて、もう10年近く前だったと思いますけど、モカブレンドってやつがしほど美味しくてですね、そしてこれ飲んだことない気がするんですけど、ミルクたっぷりカフェラテ、ファミリーマート、そうです、ファミリーマートさんドトールコーヒーと共同開発されていると。セブンは UCC とね結構コーヒー作ってますけど、ファミマはドトールがということで、隣にドトールが並んでるんだ。ドトールさん本家本元のふんわりラテ、ミルク香るふんわりラテですよ。普通に考えると冷静になったらコーヒー香るふんわりラテなんじゃないのって気がするけど、ミルク香っちゃうということでちょっと楽しみですね。そしてこれも私は飲んだことないんですが、コメダコーヒーがまろやかミルクコーヒー出したんですね。コメダコーヒーここ数年、そうなんだ、初めて今日飲みますけどね。いや、そしてもうこちらは紹介不要かと思いますので、そのまま行きましょう、ね、グリコのカフェオーレということで、これは一応分類上この商品の名称が全てね乳飲料で整っております。このチルドコーヒーっていうのは、当然用冷蔵品なので常温保存ができませんという商品になっております。じゃあこれ今からブラインドで行きますか。行きましょう。これだけカップ透明だから中の色がもう見えちゃってるけど、あと基本的に中身がどういう状態か分かんないですからね。私が今までいっぱい飲んでるのはマウントレーニアなんですが、さすがに分かるだろうって気が今回しますけどね。そんなこと言って大体当たらないのがこのシリーズの定番ってことになってきてますが、今日も順位をつけつつ心の中では全部的中させたいなという気持ちでね臨みたいと思います。さてでは例のあれ行きましょうか。いつものあれですか。いつものでお願いします。さあそれでは行ってみましょう。どうぞ。ガルネ。お、今日はいろんなコーヒー出てきました。ちょカルロス。カルロスになっちゃったよ今。
ラッピー。すごいな、イケメンになったなと思ったんですけど。やりすぎですよ、ちょっと。やりすぎですか。一応、タイゾーこれ最後まで飲み比べ今しなきゃいけないので。あ、そうですか。ちょっとチェンジしても大丈夫ですか。飲みたかった。なるほど、そういう思いの人じゃん。はい。ということで、今日はこの6種類、全然色が違うし、状態も違うんで、そうですね、これいかに今まで知ってるつもりだったけど知らなかったかってことだよね。じゃあ早速行ってみましょうか。皆さんこのルールもう太蔵チャンネルでおなじみになってきましたけども、最初に一応説明しておきますと、基本的には全て同じ温度帯で用意しております。冷蔵庫を出してすぐというわけではなくて、比較的常温に近い温度帯、こちらはもともとチルドだったので、どちらかというと常温より低いぐらいになっております。1から6まで並んでるんですけど、ここに置いてあるこの容器とは紐づいておりませんということでね、行ってみましょう。ふんわり香ってる。しかもコーヒーじゃなくてミルク香ってる。これもこれなんじゃないの。濃厚ですね、それ。ということで。で、これがなんとなくダークな。おなじみ。カフェオレ、カフェラテでもわかるこのロブ感。これはやっぱりこういう工業製品としてのコーヒーのね、定番の香りの世界ですよね。でもそんな嫌味な感じはしないですね。スッとしてる。なんか結構こう男前な感じのカフェオレ。そしてこれちょっとなんか乳脂肪分が固形化しちゃってますけどね。まあ別に有害ってことはないでしょうけど。なんだろう、線が細くてシューってこう真ん中のように集まってくるような不思議な香り。で、これね、これはすごい似てますね。なんとなく色でいうとほとんど同じ。こいつが全くなんだか個性を全く感じられない。香りは結構そのロブスタシオが持っている特有の甘みと、まあ、結構こう、添加されたこう糖類の甘みを感じますね。そしてこれは結構分かりやすいんじゃない。キャラメルっぽい感じのあの香りが、まあ、添加されているのか何なのかちょっとそれは分かんないですけど、バニラとかキャラメル感結構強く出てる。これはこれとすっごい似てる。香りの世界がスッてタイプ、まあ、だからコーヒー強めってことですよね。このパッケージの中でコーヒーをミルクより前に打ち出しているのかどれなのかっていうね、スタバであってほしい気はしますけどね。さあ、それでは行ってみましょう。レッツ飲みくらべ。さあ、1番から。すごいな、これ。もうスイーツですね、領域としては。食べてる感じ。このミルクで包まれた、こう牛皮っぽい感じしますよ。いちご大福、ふんわりした。中にちょっとクリーム入ってて、あの雪いちごっていう。昔なんか好きで食べたことあるけど、それですね、ほとんど。お菓子。さあ、2番。これは面白いわ。香りはスッってなってんだけど、コーヒー強いかなと思うじゃないですか、色的にも。全然そんなことないな。これもしかして俺が飲んできたこれじゃないの。3番。全然違うわ、これ。コーヒーの苦味がキリッと効いてる。なんだろうか、これは。ミルクなんだけど、コーヒーとしてちゃんと真ん中にまとまってる。4番。なんか3と4ほとんど同じですね、これ。4番の方がね、飲み終わった後のブラウンシュガー感っていうか、なんかサトウキビ感みたいなのがアフターにぐーっと残るんですよね。すごいわ、これ。もう凄さで言うと、もううまい棒のなんかこう新しい味出たみたいな。それは褒めてるんですか。褒めてますよ。うまい棒のカフェラテ味出たみたいな感じ。これ全力で作り込んでるわ、すごいこれ。
すごいね、最初の印象蜂蜜感がうわーくるんですけど、その後に蜂蜜がほどけていって、なんかいろんなフレーバー出てくるんですよ。だから香料による演出なのか何なのか分かんないですけど、なんだろうこれ、何ですか、エレクトリカルパレードって書いておいてもいいですか。もちろん。さあ6、これコーヒー、すごいわ。これもう最初のアタックからもう砂糖がドーンってきて、砂糖を全部取り除いた後ちょっとコーヒーが見えるみたいな。これだけ濃いからコーヒー来ると思うじゃない。全然違うね。エスプレッソキャンディーのシロップ包みっていう料理名っていう商品として、これはあのお店に並べたい感じの。いやそれはすごい、この作り方だから。このね、もうもはやコーヒーじゃないんですよ、求めてる領域が。美味しいコーヒー作ろうとしてるはずがないんですよ。これはこういった商品としてどれだけ自分たちのアイデンティティをこう打ち出せるか、自分たちの方向性を作り出して差別化できるか、うん、面白いわ。いやー、カルロス、こういうやつって普段は飲まないでしょ。そうですね、普段は飲まない。普段は飲まないけど、なんか差し入れでカルロスさん、コーヒーっていうことあるよね、きっと。これはどうなの、順位って。もうね、6番まで走り切った後の口の中のペタペタ感がすごいですね。むずっ。皆さんもうね、もはやこの液体の中にコーヒーの成分を探すことがまず難しい。ちょっとこの2番にね、コーヒープラスきな粉っぽい感じの独特な甘みがあるんですよ。嫌な感じではないですね。3番が一番ツンとしてる。ツンで、アフターもデレッとしないんで、ただのツンですね。3番ツン。5番だけ香りがやっぱ違いますね。5番はね、今俺はキャラメルポップコーンって書いちゃったけど、嫌いじゃないんだけどな。これ多分あれってあっちの方のあれだな、これ。この5番すげえな、この加工。この世界中を幸せにしようというモチベーションなんと感じさせる5番。完全に今の好みですよ。3と4の違いが全然、3と4似てるね。わかんないです。3の方がでもコーヒーっぽいんじゃない、比べると。分かんない。そんな困らせたいわけじゃないんです。いや難しいわ。でも最終的にこうするか、これで。一応じゃあ泰造のランキングから皆さん解説させていただきますが、1位に選んだのは5番。さっき飲んだ時にエレクトリカルパレードって言った、面白すぎるやつ。面白すぎちゃっていいんですかっていうのはあるんですよ。ただしここまで面白くするっていうのはなかなかやっぱり工夫努力しているんじゃないかなっていうところで1位。で次に完全にやりきっちゃってるいちご大福ですね。ホイップクリームを添えてみたいな。これもう完全お菓子の世界なんで、コーヒーの枠から完全に飛び出ちゃってるっていうところで、これもやりきってる感じが良かったですね。そして4番目、これもしかしたらコーヒーの尺度で言ったら優勝かもしれないですけど、コーヒーらしさをちゃんとこう守りながらバランス整えてるっていう点素晴らしいね。そして次に来たのが、多分あれって最初に泰造が言ったんですけど、多分あれってどっちのあれだか分かんなくなっちゃいましたけど、アフターにねちょっと粉っぽい成分が残るんですよね、2番。これが気になっちゃったんで、味のバランスいいんだけど、口の中の感触としてここまで順位下げちゃった感じですね。そして3番、ただのツンですね。ツンの後にデレが欲しいタイプの人にはちょっと物足りないかなっていう。物足りなかったですね。だからツンが好きな方はいいんじゃないですか、3番。本当にそっけないよね。で6番はね、これはもうコーヒー飲んでる感覚になれないっていうか、この砂糖の成分、ガムシロップの成分があまりにもこう多く
占めすぎて支配的すぎてコーヒー感が感じられなかったっていうところで、まあ、かといって何か面白いかって面白くもないっていうところでね、こんなに攻めなくてもいいよね、別に6番って好きな人もいるかもしれないですけど、まあ、タイズはちょっとこういう順位でね並べさせていただきました。じゃあちょっとちゃんにこういきますか。はい、どう？私は3、1、5、4、2、6。おお、3が優勝。ただのツンって俺がずっと言ってたやつね。そうですね。ああ、そういう方なんですね。あ、そういうことか。そういう方が好きなんですよ、ね、そういうことでしょやっぱり、うん、なるほどね。ああ、ただあんまりこうしつこい態度みたいなのちょっとって言われたような感じがしますよね結果はね。そうかもしれない。3の次に1っていうのはすごいね。全然違うもんね全然違いました。ミルク強い感じ。チャンピーはどうですか？僕は3、2、5、4、1、6です。おお、3番すごい評価されてるね。6番は全員最下位の。なんか6はコーヒーっていうか、なんかほうじ茶ラテなんですよね。え、ほうじ茶ラテ買ってきたの？ほうじ茶ラテこの流れで飲むとなんかほうじ茶ラテみたいだなと思って。だから6番だけが全員意見が一致するってことは、やりたいことを貫き切ってるとも言うよね、これはね。異彩を放つ6番、これ何なのかマジで気になるな。まあ、で3番は、ね、うん、この中で太田さんが多分言ってるツンの部分が、うんうん、飽きが来ない秋が来ない、確かにミルクが強すぎて。そうだね、僕、太陽さん2位にしてる1番のミルクっていうのはただのデレでしかないと思って。あ、デレデレ、だから完全にこれデレですね。だからちょっとなんかこうデレデレしすぎもなっていう。太陽の性格が完全に出ちゃったじゃん。 なるほどね。2番は多分どちらかというとこの中では無難ツンの意味を調べてるカルロス、ごめんごめん、ツンって何ってちょっと思ってる審査委員長のカルロス・メレンデスに今日はいらしていただいております。さあ、どうでしょうか。う、ね、1位は私は3番。おお3番、これ圧勝だね。圧勝ですね。3番、え、3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 、
順番で言うと3、うん、4、5、1、うん、2、6、おお、やっぱ6、すごいね、3番と6番はこの圧倒的にこうだってことで、そうですね、皆さんこれちょっと太蔵のつけた点数がどうのっていうよりは人間が4人で飲んだらこうなったってことよね。そうですね、これなんか本当っぽい気がしてくるね、うん、いやそうなんだ、太蔵だけがちょっとツンの後にデレを求めすぎてるってことになる。あのプライベートがちょっと絡んできちゃう。そういうことだね。ちょっとツンが強すぎるんでデレを求めちゃってるとか、そうなのかもしれません。やっぱりいや、まあ、それぞれの方が置かれているね状況によって周辺環境によってこの順位は変動する可能性が大きいということになりますが、気になるよこれマジで。3番は何なのか、うん、どうちょっと予想してみます。予想してみましょうよ。何だろうな、でもミルクたっぷりとかに寄せてないはずなので、うん、だまろやかミルクとか書いてない。じゃあスタバってことでいきますか。3番でこれはね、これじゃないと困るなって気がするんだよ、ね、パッケージ的に、うんうん、でね、なんかあの最後にこのきなこっぽい感じが残ったって2番がこれなんじゃないかなって気がしますね。そして5番のエレクトリカルパレード全然わかんないんだけど、この中で言ったらもう必然的にこうなんじゃないか、俺飲んだことないと思うんで。で4番がこうですね。そして完全に世界を作り切っている6番がこうなんじゃないかと。どうでしょうか。ですね、いや結構ドキドキするわ、こういうあのブランドを勝手に紐付けるっていうのは。本当もすみません、本当申し訳ないです。当たってのあった？3つ当たってます。3つ当たってる。3つ当たってます。これは当たってる。正解です。これはねやっぱり分かる気がするわ、うん、子どもの頃これ飲んでわーって思った感動をなんとなく思い出した。感動ですよこれ。やっぱり新しい味との出会いっていうのはこういうジャンルでもちろんありますからね。当時から方向性が変わってないってことなんですね、グリコの。
あ、グリコはもうやりきってるよね、うん、ブランドとしてね、素晴らしいです。あとね、俺当てた自信あるのはこれ。あー違いますねそれは違いました。これまで何度となく飲み続けてきたマウントレーニア外しちゃった。外しました。でも、うん、これは合ってるでしょ。それはこれ合ってなかったらまずいよね、やっぱり、うん、これとこれはね、やっぱり分かるね、ブランドとして。あとこれが合ってたんじゃないの。そしたらそれも、あ、違いますね。ほんと、じゃあちょっとそろそろ教えてくださいよ。最後の一つは、コメダ。あ、コメダは当たってたのね。1、2は当たってたんですけど、ここが当たってたのね、うん、で、コメダも当てます。ここが入れ替わってんだ。そういうことです。じゃあ1位から発表しちゃいますよ。ここがね、5番が何か。まさか。そのまさかかもしれないです。ですね。1位にしたのはスターバックスです。そうか、こういうことですか。そういうことです。エレクトリカルパレードって俺が言ったやつだ。そうです、うん、さすがだね、やっぱり世界中を虜にするブランド、うん、スターバックス。そして第3位、うん、4番は、うん、バリルマートでっていうことか、うん、あー、コーヒーですっていう感じだったもんね。で、3番がなんとなんとすごいじゃん、ちょっとマウントレーニアさん、ただのツン、ただのツンいやー、泰造以外はもう圧倒的な支持をね、圧勝でしたね。これ圧勝だよね、マウントレーニア。だから実際はこれがもう優勝ってことに、ね、なりますよね。コメダはね、コメダの世界を貫いてるから、そもそも性質としてこことこが違うっていうのがありますよね。なるほど、すごいな、やっぱりいろいろありますね、やってみると。なんかこうやって一度こう俯瞰して認識した後に、また近所のコンビニとかでこう気まぐれに買って飲んでみると、あ、これはもしかしてこういうことやりたいのかなとか、あ、もしかして方向性変えてきたのかなとかね、なんかそういうのあるかもしれませんね。どうですかカルロスさん、いきなりね撮影に呼ばれてきたら審査委員長どうぞって言われてということで、皆さんももしよかったらやってみてください。一人でこれ全部買って全部飲み切ると、ちょっとあの健康上どうかってところもありますから、まあ、何人か集まったらここピーってカッターで開けてブラインドでっていうのはなんか楽しいよね。楽しいですね、うん、とっても楽しかったんですか、ね、とっても楽しかったですね。いやそれにしてもね、泰造がずっと飲み続けてきたマウントレーニアはやっぱり一番だったんだってことでね、泰造のちょっとツンデレについてはまた改めて別の動画でお伝えできればと思いますが、皆さんじゃあまたこういった動画ね出ていくことと思います。もういろいろと飲み比べしたいものが街中に溢れてますから、きっとこういう企画続くと思いますし、また時には真面目にねスペシャルティーコーヒーを語ったりすることもあると思いますけども、もしチャンネル登録をお済みでない方いらっしゃいましたら登録の方もよろしくお願いします。さあそれでは皆さんまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。